じゃあ飯田さんお選びいた,だいたんで、えー、最後宮脇さんに、はいはい、いかがしましょうか。えーっと失礼します。鳩山氏もご情報な番こちら、ね、はい参、はい、りましょうか。<あ>えー、ではこのニュース、えー、鳩山元総理もご情報を認め謝罪。ツイッター新機能コミュニティノートが話題という見出しになっておりますが、え四月十二日付の産経新聞の記事によりますと、ツイッター社が六日から日本で本格的に提供を開始した機能 コミュニティノートが話題を集めています誤解を招く可能性があるツイートに対し正確な情報を入手に役立つ背景情報を追加する機能で12日には鳩山由紀夫元総理がコミュニティノートの指摘で自身のツイートの誤りを認めて謝罪する事態も起きています鳩山氏は9日近々 NATO 首脳会議が開かれるがゼレンスキー大統領は NATO 軍に ロシアに対して核攻撃をしてほしいと要請しているとツイッターに投稿これに対しコミュニティノートが鳩山氏の主張の根拠となった動画について誤った英語字幕がつけられた動画であるなどと指摘しました鳩山氏はこれを受けて12日ウクライナ語が分からず日本語訳を信じてゼレンスキー氏が NATO にロシアへの核攻撃を要請と書いたが 事実を確認できずおわびして撤回すると誤りを認め謝罪しましたツイッターについてはイーロン・マスク氏の買収以降閲覧制限などに批判が相次いでいましたがコミュニティーノートについては評価する声も多いということですとこういうい記事になります、はいえー、これちょっと、ま、間違えたと、まあ、これでいいんですけど<あ>、はい、赤,赤パチ <laughs> これ赤サトシって書こうかと思ったんですけど。<laughs> <laughs> ネットをご覧の方はサトシでも分かると思うんですけどあの恥を知れっていうのをいわゆるこんな人たちが、はい、サトシって書いたことがあってあ<ー>そこで小ぼけ入れようかと思って間違います。コミュニティノートツイッターのコミュニティノートの機能の説明からした方がいいですかね。 ツイッターの投稿に対して<え>、えー、ユーザーが利用者が、はい、こういう情報もありますよこういう見方もありますよという投稿できる機能が、うん、昨年の末から世界的には始まったんですよ。うん、それが今年の7月6日から日本国内では、うんえー、公式サービスとして始まって<ー>でそこで各所で赤っ端状態になっていまして <laughs> <ー>、えー、近頃で、えー、っと一番ネットで話題を集めたのが東京新聞の活動,活動 記者世耕広が自民党幹事長に参院幹事長に言わせると活動家と呼ばれる望月磯子さんが IAEA の拠出金のことについてご自身の東京新聞の記事をもとに日本は3位だ拠出金3位だということなのでそれでそんなの IAEA は正しい判断ができるのかということを言ってたんですけれども。 ここに拠出金についてはえ外務省の資料で2015年度時点では日本は2位になっているけれどその後更新されて今の IAEA の英語サイトの方では拠出金は今現在3位になっていますよと GDP 規模ですかね。アメリカ中国そそして日本そうすると 2位の中国が処理水の放出に反対している中で3位の日本の処理水の放出になんで IAEA かと、はい、まあ要は IAEA が拠出金お金をもらってるかもらってないかで判断を変えるなんてことがあるならば、うん、まず矛盾でしょということ、うん、まあこういうことが望月磯子さんのツイートにあってでこれは今現在確か削除されてるんですよ。うんうんうん まあこ,のこの仕組みも含めてなんですけど、うん、東京新聞の方は未だにツッコミが入ったままです、えー、<laughs> <laughs> つまり新聞の方がツッコミを入れられるような、うん、ちゃんとしたファクトベースになってるんですかということで,、はい、でただじゃあこれファクトチェックなのかっていうとここが違うんですね、うん、あくまでツイッターの機能としては多角的な情報を提供する,なるほどであとはもう皆さんで判断してくださいねっていうことなんでインプレスウォッチさんが。 ツツイイッッターーがファククトトチェ機能搭載っていうしたんですよ記事のツイートをしたらそこにもコミュニティノートから「コミュニティノートの機能はファクトチェックじゃありません」と「あくまで情報提供です」っていうツッコミが入るぐらいになっていて今回の赤っ端っていうのは昨日から今日にかけて日本共産党の小池晃さんさらには山添拓さん。 えそして、これネットでは有名な共産党のジャイアン、香西勝介さん。みんなそれぞれ、あの、コミュニティノートに突っ込みを入れられてまして。で、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、もう軒並み突っ込みを入れられるということで、赤っ恥。赤のなんか、ちょっとね、あの、に、なんかダブルになってくる感じ。ですそうですね。週入れの赤と赤っ恥と。いや、うまい。全然、うまくない。あと一応芸人です。一応言っとかない一応って言っとかないと。えらいことになる 飯田さんいかがですかこれ,あのそうおこれ結構重要なところでえこれをねファクトチェックって言わなかったのがものすごく大きいと思うんですファクトチェックって言ってしまうと俺は正しくてお前は劣っているっていうえまたは俺が正義を決めるっていうで俺は正義で俺以外の人間はゴミくずっていう意味合いが特に日本語のファクトチェックは非常に強くなってしまってるんですよだからこそファクトチェックって言うと急にうわうさんくさ っていうな、えー、イメージがどうしてもつい、えー、まあ隙間を取ってしまう。うん、で一方で多角的な視点を提供していますっていうと、うん、まあ非常に中立的なで、うん、そしてそ、ね、多くの人が受け入れやすいと思うんですよね。うん、ちなみにあの巨額金問題についてはほとんどの国際機関でまさに GDP 比で決めてるので、うんえー、かつてはほとんどの国際機関日本が巨額金2位です。 で、今はほとんどの国際機関で、拠出金は日本三位です。はい、G. D. P. の順位がそうだから、それだけのことなんですよ。うん、あの、うだからね、何かその拠出金がどうだから。うん、その意見が変わってる、変わってない、違うんです。 国際機関の意見を変えたいと思ったら人間を繰り込まないとダメなんですよ、えー、ちゃんとアメリカと中国はやってるんですからす、ね、むしろ日本はもっとやれと思いますけどねまあそれはちょっと別の話題でした、はい、それをですね言い換えるとこちらになります集合地、集合地、地の民主主義これはちょっと添えさせていただいたのは 筑波大学の名誉教授です古田博先生が声音でもう今から6年ぐらい前で書かれていて私も同じようなこと言ったんですけど私のような学のない人間の言葉よりも古田先生の方がいいということで「知の民主主義」という言葉を利用させていただいてるんですけど集合値っていうのは一番メディア的に載ったのが Web2.0 って言われたるところですね。あのの頃みんなの意見は 案外正ししいいっていう本が、はい、スマッシュヒトしたんですました、ね、あれを栄用してみんなの声を集めたら政治を変えられるというかみんなの意見の方がつまり選挙なんかやらないでインターネットによりよ、うん、それが先ほどから繰り返している「フローからストック」によって彼らの口から出任せがどん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 検証されるようになった、はいはい、そして今回のコミュニティノートで赤っ端状態になった。<ー>うん、で これが何かというとみんなの持っている小さな一つ一つの意見それぞれのひ、えー、意見やアイデア、知見、経験これは微力なんですねでもこの微力を集めると無力じゃなくなるんですよそれが今起こっててコミュニティノートというのもファクトチェックではなく多様な見解を紹介しているそれによって朝日新聞とか毎日新聞、東京新聞ついで日本共産党、赤っ端状態になっていてそれは我々の民主主義においてどちらが良いことか 口からせのがいいいいいののかか偏った情報がやいやそれよりみんなで持ち寄って妥当性を検証した方がいいのかさらにこのファクトチェックじゃなくてっていうところなんですけどこれ実は GAFA ってずっとそうなんですよ決定しないんです彼ら決定すると責任ができるんですこれがパブリッシャーとプラットフォーマーの違いです ガーファーは常にプラットフォーマーだからいろいろな特権アメリカ通信品法の特例を受けたんですで、今も受け続けたいんです自分たちがファクトチェックをしているということになっちゃうと責任が発生するそこを逃れるための意味でもあるということです,です、ね、須田さんいかがでしょうか、うんあのー、そもそもね鳩山氏は別にこれ誤読したわけでもなくて <laughs>、うん、要するにこうあってほしい ね、願望ですか願望というよりも <laughs> あの要はこういうことなんですよあの民主党政権旧民主党政権ができるにあたって、まあ、中心人物ですよね立山幸雄さんで何で向こう側に行ってしまったのかなどういうことかっていうと要は旧民主党政権というのあるいは旧民主党というのはもともと左派の中でも左の方の えー、人たちもっと言えば、あのー、共産党から分離したおねされた連中がもともと源流であって、えー、でそこに派生する人たちが、まあ、いてここが仕掛けることによってね、えーまあ、その中心人物高野はじめさんだったんだけども、えーえー、高野茂さんねあの方だったんだけども、えー、要するにそこがです、ね、担ぎ上げることによって民主党っていう制度を作ってたんですよ。えー、指南役だった参謀役だったんですよ。 はい、あの辺りの人脈が、えー、で、そうすると完全にさ、もう表には、なんかこう中立的なニュートラルな匂いを醸し出しているけれども。うん、本当は現、げベースは左派なのよ。<laughs> インサイダー編集長。えー、ご自身が本当にインサイダーだった。えー、<laughs> で、<laughs> そして、この、今後が、思考していたのが、三十年ぐらい前だったかな、うん、キーワードで言うと、韓日本会見経済構想っていうのは。井戸さん、聞いたことないですか。あ,あ,ったありました。 ねね、日本海をこう輪にしてその経済を活性化していこうというねでやったらね<ー>ウラジボストークが上げそうそうな引き上げでねそう,そうなんだ,だから<ー>旧ソ連からロシアにつながるその系譜っていうのと<ー>こう経済的にというか利権的に結びついてその経済圏を活性化していこうっていうのが彼らの主張で<ー>それをねビルトインしたのが畑明夫さんだったの。 いまだ,だに「韓日本海見経済構想」っていうところ舘、うんえー、ちょさんネットで検索していただくと出てくると思うんだけども出てくるはずなんですよ。はあはあ、でそうするともうスタンスからして、えーえー、旧ソ連ロシア寄りでしょ。えー ね、ウクライナロロシシアアの中でではロシア側に立っちゃうんですよ、うん、いやいやもうゼレンスキータんはねウクライナだったらこんなとんでもないですよっていうねところにパクッと食いつくっていうか、はい、意図的に食いついた可能性があるねだからそういう自分たちが立っているスタンスだとか背景ってのを理解しないで、うん、これだけ見て「あバカだね」って言ってるっていうんじゃなくて、うん、これはねミスじゃないんですよ。はあはあ、その背景には根深い問題が <laughs> 潜んでるまあしかも鳩山家はねもうずっとソ連ロシアとの外交を担うというのが家業お家のお仕事なのでおじいさんの代からそうそれで息子さんも畑山一郎内閣の頃からですよね二相国交であのそれこそ今あの鳩山幸男さんの方から息子さんもやっぱずっとそのロシアモスクワで学ばれてだからまあそういうまあなんていうか エスタブリッシュメント系みたいなも日本って貴族はいないのでんていうか元貴族はいますけれども元皇族もねいるかもしれないですけれどもあのそういう貴族がヨーロッパで担っている外交っていうのをうん、うん、どっかのお家っていうのがやっぱり担ってるんですよね。<ー>でそれがロシアとの窓口が鳩山家だっていうところはどうしてもあると思います。えー、そのロシアで言わせていただくと、うんはい ウクライナの侵略が起こりましたよね。で、ロシア国内でプロパガンダが流されてるっていうのを、日本のニュースやワイドショーもちらっと報じてました。ロシアの国内の報道っていうのは日本のワイドショー報道なんですよ。一方的なプロパガンダを流す。だか、まあ、政権ではなくその逆です。けれど、この地の民主主義っていうのはそれまで報道機関が上から情報を垂れ流していた。まあ、これは？ 古田先生がおっしゃるのはこれは大学とかも含めてなんですけど、うん、情報を持ってる側かつて上流あの大学だったりマスコミだったり、まあ、政府とかであってそこから上から下に、うん、上流から下流に流すだけだと、はい、先制国家のような情報の体制だったのが、はい、インターネット SNS の普及によって下下もの、うん、これは権力がどこかに固定されていた先制国家ではなくみんなが力を持つ民主主義社会にのような情報構造になった。うん それが古田先生のおっしゃる地の民主主義でそれがグググて集まって一つの価値を持った時情報の意味を持った時にそれを集合値っていうそれを体現してさらに見える化しかもググググって分かりやすくなっているのがツイッターのコミュニティのことなのかなと。うんな 認めてすぐねとりあえず訂正するなり謝罪するなりっていうのはね大事な姿勢ですからねそこ一回突っ張っちゃうともう謝るタイミングなくなっちゃうんですよねそうですよねうんそれで何事もなかったのかして逃げちゃったらいけませんからねそういうことだぞいそこ全部名前出しますねそれも親切な視聴者さんには親切なね朝日新聞やはりこのコミュニティノートでやらかしましたからねあれは何だっけな L. G. B. T. かのやつのレインボーからなんですけど。ネットで話題になったやつ、突っ込みが入ったのはライブドアニュースさんの方なんですけど。うん、そこにニュース提供したのは朝日新聞なんですよ。うん、それが大騒ぎ、コミュニティノートで大騒ぎになったら。ニュース提供取りやめたんです。<laughs> ひどいね。卑怯な連中だね。これはだから、あのメタタグ問題と同じなんですよ。うん、慰安婦をめぐる報道の訂正をしたことを朝日新聞は。 英語版の方で一応、ちらっと出しましたけれど、うん、メタタグの方で g でグーグルの検索結果に出ないような仕掛けをしていた、えーえー、でこれが発掘されてまた笑われる,<あ>笑われると森、ね、島さんがおっしゃったのすごく正しくて間違ってたら即座に訂正して取り下げればそれ以上広がらないんですよ。えーえーうん 傷口がね、傷つ、はいてる。俺すぐ謝っちゃうね。<laughs> 謝罪するジャーナリスト。謝罪,謝罪。取材するユーチューバー兼、うん、謝罪するす。ユーチューバー。ユーチューバー。お忙しいですかね。ねはい。じゃあこのあたりで闇鍋トークに移らせていただければと。はい、じゃあ鍋素材具材を入れたいと思います。はい。ではあ、すいません、えー。ではお願いします。

自このまずはカメラさんはいとありますがで今回の話題はですね実を言うと前回および前々回「夜鍋でしゃべります」と言っておきながら全くしゃべらなかった話題積のですかでもあるだけでなくちょうどですね今日の朝刊 えーま、今日あは祝日ということもあってね、えー、各紙バラバラなんですけれども折しもですね、えー、日経新聞と産経新聞が実はちょいとつながった話というのをしているんですね。えー、で、えー、どういうことかっていうと、えーまあ、これまずこちらの少子化の問題これ少子化の財源を岸田政権は。 基本的に社会保障の給付抑制から出したいでそれに対して、えー、緊縮財政派は増税から逃げたけしからんって言っていて、うんうん、で今度はあの財政拡張派は、こ、うん、んなもん国債でやれって言ってるんですけれども僕、珍しく今回の措置については岸田政権が正しいと思ってるんですね。えー、で なぜかというと、高齢者への給付の問題。っていうのは、まあ、年金ですよね。要は。年金の問題って、え、実はそういうストックで語ってはいけない話なんです。必ず高齢者問題とか、年金の問題っていうのは。フローで考えなきゃいけない。どういうことかっていうと。結局ですね。一年間に日本全体で。作れる量。っていうのが、ある程度決まってるとすると。 でその中でどの何割を高齢者の方の生活医療に使うんですか、うん、っていう問題なので、うんうん、ストックは全然関係ないです国の借金がいくらかとか、うんえー、年金の積立金がいくらかとかも全部関係なくて、うんえー、先ほどのね今日の宮脇さんのテーマと逆で、えー、これ年金の問題っていうのはストックから フローに思考を移さななきゃいけないけんですね、うん、でその中で一番、うん、高齢者がたくさん食ってるフローっていうのは、うん、医療でちょっとねこの医療については、うん、考え直す必要が大いにあって、うんえー、つまりはですね、えー、病院にとっては高齢者の医療っていうのは、うん、あ点数も良いし、うん、あともう一つは難しくない。 ですよそそもそも大抵の場合は治らないんですねこれはあの加、ー、齢、うんうん、を治す方法はね始皇帝以来みんな探してるんですけどやっぱり見つかんないんですよ。真の始皇帝以来ねはいえー、で、えー、だからこそ,その高齢者医療っていうのをどうやって抑えていくのか抑えていかないと、はい、本当に治せる病気への医療っていうのが少なくなっちゃうよ、まあ、と。 え少子化のお対策のおまあ費用っていうのはその高齢者給付特に医療系の給付の抑制から捻出するっていうのは私は正しい方法だと思っていてそれと同時に高齢者がそんなに医療を使わないようにじゃあ高齢者にとってえ高齢者ってほどじゃないですけど60代は一番いい薬は何か働くことなん でまあこれは60代なのでそれこそ現役並みに働いてくださいとなんだけどこれから70代も週23回軽めの仕事をすると、うん、そうするとやっぱり人間って不思議なもんであのこれ大学教員でよくあるんですけど、うん、定年、まあ、65か70が多いんですけどそのもだも大体、えー、小さい大学とかあの大学とか。 などかあのそういったところで名誉職的に週何回かとかあと非常勤でとかって続けるんですけどそういうのもねだいたい75でやっぱ定年来るんですよ。いきなりみんな吹き込むんですよね。なので元気じゃなくなった元気じゃなくなった途端だからだんだんと下げまあ竹田先生は元気すぎるからわかんないですけど元気だった今週もお会いされたんでそうやっぱね働いてると元気でどうやって その医療にまあなんていうかね、まあ、正直治らないですようちのおふくろもあの結構な高齢ですけれども、うん、いろろんなところ体問題出てます、うん、でも正直治んないそこに資源をかけないように誘導してむしろこれから伸びるところにお金を回していくっていうのは使い方として非常に正しいし珍しくちょっと。 この辺の辺流れ、まあ、少子化と高齢者の流れはお割と岸田内閣やるじゃないかとうん、うん、え評価しているところだったりするんですよね、うん、いや同じ話をね医者の,あの丸田香奈さんっているじゃないですか<ー>よくテレビにもご覧出てくれるねしてたってどういうことかっていうと要するに医者の町医者のビジネスモデルってえ高齢者特化なんですよ。 そこで利益を上げようとしているこの,そのビジネスモデルそのものを違った方向に持っていかないと例えば今も何に問題になってるというかっていうとコロナですよね感染症ですよね、うん、で要するに感染症シフトになっていないから、うんえー、まあ言ってみれば、えーね、診察してもらえない治療してもらえないという問題が起こる医療崩壊が起こる。 っていう状況なんですってだからその、えー、高齢者向けに特化しているその医療システム医療モデルのところにあのコ,ロナ対コロナの感染者患者が行っても受け入れられないんですよ。一番リスクのあるところだから,だからというところが今日本の,その医療の抱えてる大きな問題点ということで考えてみると、うん、やっぱりその少子化だけじゃなくてね、うん、そのリソースを。 やっぱり一定程度限界があるんだから医者の数を増やそうと思ってもなかなか増えていかないんだからやっぱりそういったところを感染症であるとかあるいはそのそもそもの予算というのかなそのフローの部分を減らすことによって違うところに振り分けるというのは考えていかないとだって無尽蔵、ね、にあるわけじゃないからねそのあたりもでもそうするといち一番障害になるのはどうなんですか飯田さんやっぱり 医療医者日本医師会ってことなんじゃないですか。そうあの何よりもですね高齢者医療ってだって薬出すだけですし、うん、す儲かるよね。そう儲かりますよで、うん、それがねであのコロナの時だってえ結局彼らなんまあ、言葉悪いんですけど全然ね、うん、まあそう役に立たなかったわけですよ単純に言うとうん、うん、えー、日本はそうやって日本中に小さい町医者があるから、うん、えー。 医療のが強靭なんだと。ずっと言ってきたんです。うん、全然違ったじゃん。あの、つまりは。最初はそうだったのかもしれないですよ。なんですけれども、何十年も同じ保険制度を続けているうちに。うん、その。風邪薬と、糖尿の薬。 糖尿の薬って本格的な糖尿病じゃなく、うん、糖尿気味の人への薬と出しとけば何か利益が取れちゃうっていう謎の, <laughs> のビジネスモデルを作ってしまったと、うんね、これはねちょっと変えていかないとうん。 どうもならならいですよねあの日本の医療どんどん弱くなっていくんじゃないかなと血、うん、血液ももね血液血圧の薬も大切なんですよ、はい、でも私正直それで思うのが昔のイギリスの制度なんかがそうですけれどもそのほぼ薬剤師さんの役割しかしないお医者さんっていう、えー、そのごくごく簡単な診療と健康チェックと、うん、ちゃんと薬これなら大丈夫っていうのだけをやるお医者さん。うん っていう区分を作っていく必要があるまたは薬剤師さんの判断である程度1回診断を下したらしばらくは薬剤師さんの判断で投薬ができるっていう風に変えていった方がいいんじゃないかなと思いますね、うんえー、あとはまあオンライン診療とかねもっとね

新聞を読んでるコアの読者層がここだからじゃないですか <laughs> <あ> <laughs> あなるほど,なるほど <laughs> 一生現<劇>役大丈夫ですよ君たちの生活はまだ宝、うん、日経契約継続契約継続してくださいねーへーへー涙がにじんでます裏の声としてね <laughs> あそういうとこも読み取らなきゃいけないのかもしれませんね <laughs> じゃじゃん1月21日夜8時から第15回闇鍋ジャーナル夜鍋を開催します 今回は常念さん、伊藤提督、そして折島一平さんとはい折島さん、はい。何か食べたいものありますか食べたいかいやいやさあ、こ暑いですからねなんかちょっと涼しげな量を感じるそうですね、あのやっぱさっぱりしたものがいただければアジのたたきとかどうですかあ、アジのたたきねなんかいろんなもんを叩いてみましょうかカツを叩いてみましょうま四川鍋は四川鍋暑い辛いし暑いしこってりしこってりでしょ宮脇さんもね、あのぜひ 夜鍋の方にも大変なんだよ東京南北にザーッと上から下まで行くのだけどな足立区出る時に石書があるんです。<laughs> うん、書がまたもう夜閉まっちゃうん <laughs> 足立区には名誉埼玉県民と言われてますとい <laughs> わけでございまして今回も七時から、えー、闇鍋ジャーナル夜,生、えー、夜鍋ぜひご覧ください